おはようございます。森蔵です。今回は農業用ソイルで水草を育ててみたいと思います。大磯砂で挑戦してたんですけれども、うまいこといかないです。グロッソスティグマはいまいち伸びないし、普通のラージパールグラスはほとんど消えてます。ヘアグラスも増えてないと。それに対してですね、ソイルを薄く敷いただけの上の水槽ではですね、水草の緑の色が濃いベトナムストライトの緑が大磯水槽で育てているものより濃いですね。肥料の効果が非常によく出てると思いました。で、ある日農家に手伝いに行ったらですね、興味深い資材を発見しました。まずは水草とベタの幼魚を、のけます。で、水を抜きます。水はベランダに排水してます。バケツで何杯も捨てるっていう面倒さがないので楽ですね。で、 ADA のアマゾニアはですね、高いので何袋も買う気になれないと。土なのにね。で、農家で見つけた農業用ソイルを使ってみようと思います。アマゾニアはしばらくここで乾燥させようと思います。猫が興味を持ってますね。水槽を洗いました。この子は水槽が濡れてるのが嫌みたいですね。この子は気にしないみたい。この子はモップと言います。さて、この肥料ですが非常に効果がありました。NPK 窒素リンカリウムが 1.2g、2.4g、2.0g ということで、ちょっと高い。で、こちらはですね、その半額ぐらいの値段。で、ソイルを作る技術っていうのは農業の方で先行してたんじゃないでしょうか。それを真似してアクアソイルができたと。窒素リン酸カリが 1g ずつでちょっと低いですね。まあ、これが値段にも反映されてると。で、粒の大きさは不均一でつまむと簡単に潰れます。この辺がアクアソイルと違うところですかね。注水していきます。で、水草はめんどくさいので手で植えました。この時はピンセットも水草用のピンセットも持ってなかったんだと思います。濁りましたけどこの程度ですね。数時間後にはこのように、きれいに水が澄んでくれました。で、黒いソイルはですね、アマゾニアです。pH 試験紙で pH を測ってみました。
だいたいペーハーは、これ読みにくいな、ぼやけて。ペーハー7ぐらいでしたね。ベタの稚魚を入れていきます。これで生態に影響がないか調べます。入れた直後ですが、特に変わりないですね、魚の様子には。次の日ですが、次の日も特に異常ありませんでした。で、照明は弱くてですね、JEX のクリア LED、ろ過はテトラのダブルブリラントフィルターを使いました。農業ソイルはですね、水を入れただけなんですが、早くも潰れてますね。今後経過をアップしていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。ではまた。